躍動感あふれるダンスと爽やかなボーカルが魅力のダンスボーカルユニット WINS。ボーカルの立花啓太とコーラスラップダンスの千葉良平、そして尾形隆一で結成。2000年から代々木公園、渋谷などでストリートパフォーマンスを始め話題を集める。デビュー直前に行ったイベントでは渋谷ホコ天の会場になんと8000人が集結。そして2001年にリリースされたファーストアルバム WINS ファーストメッセージでオリコンチャート1位を獲得。各新人賞を総なめに、その後も立て続けにヒット曲をリリースし、紅白やレコード大賞に出場するなど人気と実力を不動のものとしていった。毎年夏には10万人以上を動員する全国ツアーをスタートし、各地でウィンズ旋風を巻き起こす。その活躍は台湾、香港、中国、タイ、マレーシアなど東南アジア全域に広がり、特に台湾ではアルバム4作連続総合チャート1位を記録、日本人として初の快挙を達成。そんなグローバルな人気を獲得している彼らが本日スタジオに登場です。さあ、本日のゲストは2008年のライバルは森三中というウィンズの皆さんです。よろしくお願いします。頑張れ。ではですね、簡単に最初にじゃあ自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、はい、どうも良平です、よろしくお願いします。はい、します。はい、どうも水野啓太です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも水野律一です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。森三中がライバルなんですか。いや、もうやっぱり歌も上手いですしね。確かにそうですね、チームワークもバッチリですね。面白いですし、ちょっと負けてでも言うときますけど勝てないと思いますよ。無理ですか。新年早々じゃあ諦めた方がいい。森三中はちょっ ちょっとまだまだそうですね、はい、来年ぐらいにしもう行ってね、行き切ってますからね、あの3人は。もうね、いっぱい捨ててますからね。そうですよね、僕はい、ちょっとまだビビってます。そうなんですよ、もう犠牲がものすごいですから。皆さん2008年まあね、新年明けましたけれども、私の野望なんていうのを早速お聞きしてもいいでしょうか。野望ね、野望、うん、どなたか、じゃあ野望、千葉田さん、はい、目標でも目標とかありますか、ね、今年やりたいこと、やりたい、まあでもやっぱり基礎を固めたいなとはずっと思ってますね、うん、はい、歌だったり踊りだったりっていうのはどんどんやっていきたいな。ちょっと千葉くんの顔でちょっとなかなか顔が合わせるんです。すごい邪魔されちゃう。ものすごい大学病院で薬待ってるみたいな。もうちょっとテレビなんだけどやっぱりどうするとか、まあまあ、面白いですね。こうはちょっとじゃあそんな千葉さんはいかがですか。基本で基本を基本を僕は、はい、大事なことですよ、はいはい、僕はまあ、もう少しステップアップした場所で、まあ、ライブをやってみたいかなって。ステップアップした場所ってどういうことですか。さらにでっかい箱とか、そうですか。そうですね、大きい箱で。いやでもやってるでしょ、うん、でっかいとこ。もっとです。もっと、はい、で例えばどこですか。今まで最高やったとこは大阪城ホールとか武道館とか。いやもうそれ十分じゃないですか、うん、あとなんか野外があんまりやる機会がないんで、うん、まあイコールスタジアム的なそうっすね、ことを言いたかったんですけど。なるほど、まあそうっすね、あんまずずしい。いやいや、そうですね。スタジアムでね、はい、あ、いいんじゃないですか。でもね、はい、尾形さんはいかがでしょうか。野望ですか。僕はエベレストに登ります。エベレスト。ちょっとカメラ違うから。でも今年エベレストに登ることは休業しはるってことですか。そうっすね、登りたいっすね。休んででも登りたい。そうっすね、ごめんね。でもあんなとこ酸欠になりますよ。登ったことありますよ。いや登ったことないですよ、そんな。登ったことあったら今ここでやっぱ喋ってないと思いますからね。公園とか行ってますよ僕今。地方で。やめるといいですよね。富士山は登ったことある。いや富士山はないんですけど。富士山さっき登りいいな。いや富士山に近い山はありますね。どこですか。北岳とか。北岳結構高いんですよ。それ富士山の次に高い。あ、そうですか。俺もね富士山はちょっと興味あるんですけど、ね、一回は登ってみたいけどね。富士山一回行ったら、そうですね、そっから、はい、それでまあもっと楽しかったらエベレスト。じゃあ一緒に
一緒にだまあ、あの登山口でそこで待ち合わせなんですか3時半に、はい、なるほど皆さんじゃあいろんな目標ありますけれどもじゃあ今年も精力的に頑張っていただきたいと思います、はい、それでは、続いてはこちらのコーナーに参りたいと思います。こちらで曲名当てクイズいきたいと思います。今からですね紹介します、ウィンズの皆さんの曲のタイトルを、歌詞とか PV の世界からあの、はい、まあ、曲のタイトルを当てていただくというコーナーなんですね。難しいんですよ。なので最初にじゃあこちらの VTR をご覧になっていただきたいと思います。では VTR どうぞ。春の風過ごした瞬間が増えて胸に刻む君とのシーズン、ずっとこの先も TV をご覧になっていただきましたけど、ね、難しいっすね、はい、ちなみにこちらがその新曲の歌詞ですので、はい、ぜひ参考にしてください、はい、まあ、ヒントになるようにね伊藤さんのみんなの皆さんにいろいろと質問を、聞いても OK です。なるほどね、はい、これはズバリこれは何ですかね、そのラブソングというかそういうジャンルは。そうですね、ラブソング、ラブソングですかこれ、はいはい。でもあの今の映像でもなんかね、うん、あれ小学校入学1年生春に、まあ、なんかあれは結構ストーリーっぽい感じで、はい、あの過去と現代のこう、あれは自分でしょ見てるのは、あの子供の頃の自分を見てるわけでしょ、はい、あ、これラブストーリーなんですか。そうです、まあ、なんかいろんな意味取れますけど、でもそのタイトルは入ってるんで、うん、あ、この歌詞の中に。そうですね、それをピックしてもらえればアンテナで、アンテナでビビッと長いですけどもね、確かこの中にじゃあ大きなヒントがあるということなんですけども、ね、短いですね意外と、タイトル自体は。なるほどね、あの黄色いテープ見てもらえれば分かると思う。あそこに当てはまる、あの尺に。あそうっすね、なんかだいぶ今日はヒントがいっぱい出てますよね。そうそう、長めに作れやのにね真面目な人がやったんでこれね大次だからなるほどね、そうそうか、そこもね結構大きなヒントになるかもしれないですけれども、ぜひ当ててもらいたいですね。これはでも難しいな、うん、この中にあって、はい、短い、ズバリ、なんでしょうねあの PV ともやっぱり雰囲気は、そうっすね、歌詞のこのタイトルの曲のタイトルの雰囲気はやっぱりさっきの PV の中にも出てますよね。なんか結構寂しげな感じがね、はい、寂しげな感じ、分かった、ね、じゃあ、これや書きに当たってほしいな。いや、なかなかまだね、あの正解はないんですよ。そうなんですか。10年間ぐらいやってます今日はどういう風に出るか、いや、当ててください、ぜひ皆さんから当ててくださいとのリクエストがありますけれども、どうなるでしょうか伊藤さん。今日はこれは一文字ってことだ、これやな、はい、2008年一発目の回答です、はい、当たるとどうかなるんですか当たるとわーいまだ当たったことがないんで分からない。なるほどね、分かんないですね。じゃあ当たったらキナツが踊り出します、はい、ジャケットぐらい脱いで、はい、踊ります。めっちゃ踊りますよ、はい、なんかかけてきたようですね。何ですか今日、ちょっとパターンがいつもと違う感じで書いていますけれども。いや、そんなことないですか。ないですか、はい、なんか変なことやりだして収集つかないそれでは答えの方をかけたようなので見せていただきましょうか。お願いします。はい、曲名はいた絶対当たんないですよ絶対当たんないですよ入ってないじゃない。あれ答えも入ってない。そういうことか。全体的にちょっと痛いんですよ痛い。まあ、悲しいとかね、いや、そういう、はい、一文字そこ引っかかってないじゃあ違かったみたいですけど曲名は何でしょうか。違うか、四季という曲です。四季です、はい、四季、はい、あ、そうか、秋とか冬とか、ね、春とか、はい、季節感がここに入っていますね。あ、ほんまや、四季ね、君がいない四季を渡る。あ、なるほど、はい、
なるほど。いたってはなかったですね。そうですね。あ、なるほどね、式ね。あ、だからさっきのあのあれは春や。ね、そうっすね。であれは春が咲くがあって。あ、そうか。さっきその前の。あのあれでまたなんかみかん拾ってなかったっけ。みかんあれはそうですね、昔のケータが落としたみかんをケータが拾う。残念でした。伊藤さん次回も頑張りましょう。はい、まさかそう来ると思わなかった。この式が収録されているベストアルバム WINS シングルコレクション、ベストイレブンがリリース中ですね。もう元旦にリリースされたばかりの、ベスト版なんですけれども、今回はどんな風に仕上がったんでしょうか。今回はあの、はい、シングルがいっぱい入ってまして、すごく聴きやすい、はい、あのアルバムだと思うので、聴き親しんだ曲がたくさん入ってるので聴いてもらいたいと思います。はい、これあのジャケットもあのイレブンとサッカーのモチーフにしているということで、はい、とてもね、素敵な曲がいっぱい入ってますので、ぜひそちらの方をチェックしてください。はいはい、そして、これはファン、ファンクラブイベントですね。はい、やるんですけど、まあ全国各地やるので、うん、近郊の方はぜひ、まあ、あんまライブパフォーマンスやんないような、ちょっとアットホームな感じになると思うので、アットホームだから、はい、みんななんかこうご飯食べたりするそこまですごいライブ。あ、そうだね、去年は紙飛行機飛ばしました。あ、なるほどね、ファンの人ならではのなんか、ね、喜ぶ。あ、いいですね。ね、はい、はい、ということで CM の後は今年ブレイクするかもな芸人さんが登場しますので、お見逃しなく。あれやさあ、今日ウィンズの皆さんをお迎えしてお送りしているんですけれども、はい、あの番組の前にですね、事前にアンケートにお答えいただいたんですよね。はいはい、でそのアンケートによりますと、うん、橘さんが気になることとして、次にブレイクする芸人さんがすごく気になるということなんですけれども、はい、なるほど、そこでですね、うん、我々番組は特別企画と題しまして、うん、2008年のブレイク芸人ショはい、というものをやっていきたいと思うんですけれども、今年ブレイクするお笑い芸人さんを集めて一気に紹介していきますね。なので視聴者の皆さんもぜひそちらの楽しみに見ていてください。ちなみにウィンズの皆さんが気になる芸人さんいらっしゃいますか。今年ですか。今年、うん、僕はあの M1 グランプリとか見てたので、サンドイッチマン。サンドイッチマンね、サンドイッチマン M1 取りましたけどね、さっぱり出てきませんね。今年来るんじゃないかなと思ったのね。事務所がね、ものすごくちっちゃいんですよ。あ、そうなんですか。だから社長がテンパってるんですよ。グランプリ取ってもなんかどうしてかわからんかったから。あ、どうしよう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 。はい、まあでもすごいね、あのガチンコですから、それだけね、どんな、ね、小さい事務所のタレントさんでもチャンスがあるっていう、ね、ことが証明されましたから ね、夢がありますよね。はい、ということでですね、まあ、この番組音楽番組なので、音楽にちなんだ芸人さんも登場するということで、では早速参りましょう。はい、まず最初の芸人さんはこちらです。究極の屋敷芸人しらつやろどうも、幸せでございます。いきなりモノマネしますよ。よっ、いきます。はい、2008年明けましておめでとうございます。剣道小林です。早速ですが、2007年度 M1 グランプリでのオール巨人賞のコメントを振り返ってみましょう。いやー、まあしんどかった。あの六本木通りがちで渋滞してたから、麻布10番から走ってきてね、これはもうしんどかった。あの2006年まではね、あの家であの自己採点しながらね、このチェックして、この採点表、あの採点表をね、あのしんちゃんの方にメールしてね、でまあ大体いつも一緒やなーっていう話をしてるんですけども、そんなこと突然言われたって困るって。誰が。続きまして、最後にサンドイッチマンさんのコメントをしている巨人賞いきます。あのこの92点っていう点数なんですけれども、これはもう僕の中でほぼ満点に近いですね。これなんで最初からね、この決勝の舞台、この舞台にね、最初からなんでいなかったのか、これあの審査員の目を疑いますね。であと、これと同じようなネタをもう一本持てたら、これえらいことになりますよ。結果が出る前からそんなこと言ったらダメだって。どうもありがとうございました。